今回は人工イクラについてお話しします。最近は見かけなくなったんですが、以前は本物のイクラに代わって人工イクラというものがよく使われていました。見た目も味も本物そっくりだったんですね。ところが安価なイクラがロシアから大量輸入されるようになったためにあまり見かけなくなりました。この写真は本物のイクラですね。イクラはロシア語で 小さなつぶつぶのもの、魚卵という意味なんです。日本では鮭の卵のみを指すんですが、ロシアでは小さな卵はどれもイクラなんです。つまりキャビアもイクラになりますえ。またロシアではあまり鮭の卵を食べません。まあ、そもそも日本のように大量消費する国は他にないんですね。 この人工イクラを作ったのは日本カーバイド工業という会社でカプセルの研究中に偶然発見したものなんですアルギン酸ナトリウム水溶液を乳酸カルシウム水溶液中に適化すると球状のゲルが得られるんですそれが人工イクラなんですねそれでは作っていきます人工イクラは数種類の実験セットが販売されています 僕が投稿している動画は日賀産のキットを使ったものです中身は軽量スプーンとスポイト食用色素そして作り方の説明書がついているのでおすすめですね材料はすべて食用化です最初にアルギン酸ナトリウム 1g を水 100ml に少しずつ入れながら溶かしますアルギン酸ナトリウムを溶かす時ですが ペットボトルにぬるま湯とアルギン酸ナトリウムを入れて10分以上よく振ることで溶かすこともできますこの場合は溶かした後に15分以上置いて泡を抜いてくださいすぐに溶かしたい時はミキサーを使えばいいですねミキサーを使わない場合はある程度小手でスプーンや割り箸などで混ぜた後にラップをして冷蔵庫で一晩そのままにしておくと粉の塊が 水を含んで膨らんで溶かしやすくなります。塊を残さないようにえ、綺麗に溶かしてください。そして、この溶けた時点で添付の食用色素を好みの量を加えます。結構少量だと思っても濃い色になるんで、少しずつ入れながら色を確認してください。ちなみに透明なまま作ることもできます。透明な人工いくらを作りたい場合は、もう着色せずに。 そのまま次のステップに進んでください次に乳酸カルシウム 2g を水 200ml に溶かします最初濁っているんですが混ぜているとだんだん溶けて透明になりますきれいに溶けたらいよいよ人工イクラを作りますスポイトで先ほど作ったアルギン酸ナトリウム水溶液を吸い上げて乳酸カルシウム水溶液の液面からだいい五 5cm くらいの高さですね そのぐらいの高さから水溶液にアルギン酸ナトリウムを滴化するとこういう球状のゲルになるんですねスローモーションで見るとわかりやすいですね液滴が液面に浸かった瞬間にゲル化が始まっています最初少し潰れますがそのまま広がらずに球状になって下に沈んでいっています 溶液の濃度が薄いと固まらずに乳酸カルシウム水溶液の中に広がってしまいますある一定以上の濃度にすることによって液滴が溶液の中に広がらずに表面にゲル膜ができて下に落ちていきます本当に本物そっくりであのよく見ないと間違えてしまいます食感はですね本物のイクラのようなんですね アルギン酸ナトリウム水溶液を作る時に他の色の食用色素を混ぜればカラフルなゲルを作ることができますさらにコーヒー抹茶ジュースなどを混ぜることで味をつけることもできます、まあ、料理とかデザートに応用することができますねまたつかめる水食べる水といった商品がありますがこれも人工イクラと同じ材料原理で作られています こんなふうにアルギン酸ナトリウム水溶液をお玉とかスプーンに入れてそっと乳酸カルシウム水溶液につけて素早くひっくり返すと本当に水をつかんでいるようなゲルができますこの人工イクラ作りに使われるアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムはこのような構造になっています 乳酸カルシウム中に存在するカルシウムイオンがアルギン酸ナトリウムのカルボキシルキ同士をつなげて端掛けをします。これによってアルギン酸ナトリウムの3次元ネットワーク構造が作られます。このようにして人口イクラはゲル化しています。この図のようにアルギン酸ナトリウム水溶液を滴化した直後はアルギン酸ナトリウムがアルギン酸カルシウムになって 溶液のの表面にゲルの膜がでできるんですね。実は豆腐も同じような原理でゲル化していますカルシウムイオンと同じ2価の金属イオンマグネシウムイオンがカルボキシルキを端かけして豆腐をゲル化させています人工イクラは作った後にそのままずっと数時間乳酸カルシウム水溶液の中につけていると中の方まで 溶液が浸透して全体がゲル化しますなので硬いゲルになるんですねこれはつかめる水も同じです作ってまあ、10分20分ぐらいではそうならないんですが数時間あるいは1日溶液の中につけているともう内部までゲル化してしまって硬いゲルになりますところで本物の人工いくらはまあ、実はこれだけではなかったんですね図のように 二重管のノズルを使って作っていました。外側にアルギン酸ナトリウムの水溶液。内側にサラダ油を入れて乳酸カルシウム水溶液中に敵化していたんです。こうすることによってアルギン酸ナトリウム水溶液の中にサラダ油が入っている。サラダ油の液敵が入っている人工イクラができていました。本物のイクラは中に赤い玉がありますよね。 それはこんな風にして作られていたんですね。まあ、こういったものを作るためには、溶液の粘土、押し出すスピード、ノズルの大きさ、いろんな要素を調整する必要があるので、簡単ではありません。こういう二重管ノズルを使った技術は、カプセル製造などいろんなところで使われています。えまた、この人工イクラを応用したお菓子もたくさん作られています。これはチーク菓子ですね。こんな風に、 一度にたくさんの人工イクラを作ったり、つかめる水のやり方でジュースを含んだゲルを作ったり、このままそれを応用してカラフルな人工イクラを作ることもできますね。手軽に作ることのできるゲルなので、興味がありましたらぜひ試してみてください。今後もゲルや科学に関する解説やデモ動画を投稿していきますので、もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。 ここまでご視聴いただきありがとうございました。